はい、それではこの動画では曲がり方説明していきたいと思います。ポジションとかね、止まり方っていうのもすごく大事なんで、まだそちらの動画見てない方は見てみてください。はい、でポジションがしっかりできてないと、そもそもこの曲がるっていうところがうまく理解できなかったりすると思いますので、まずポジションをしっかり見てみてください。はい、で、簡単にだけちょっと説明しますけど、曲がるためにはポジションというところで両方の足にしっかり乗ってるっていうことが大事です。それも、滑りながら解説していきますが、触れていきますが、はい、そこね、大事に、しながら、動き見てみてください。で、曲がっていくために大事な動きとして、よくその指導法とかで、ね、言われるのが、曲がる方向ですね。じゃあ例えばこれからこっちに曲がっていきましょうって言った時に、曲がる方向と反対の方の足に体重を乗せるとか、体を傾けるっていう指導法もあったりします。はい、でもこれは必ずしもそれじゃなくても曲がっちゃうんです、スキーって。なぜかっていうと、今のスキーっていうのはカービングスキーって言われていまして、その形がもうそのある程度体重が乗ってたら、圧がかかってればスキーが勝手にこう曲がっていく形状になってるんですね。なのでもうこの状態で曲がる状態できてます。両方のスキーが自分に対して角度が変わってる状態であれば、もう結構曲がる状態できてるんですね。なのでスキーヤーが人自身がやることっていうのは何をやるかというと、まずその状態をまずキープするってこと。どっちかの方の足に体重を乗せすぎるっていうことじゃなくて、そのままこのポジションをキープした状態で自分の足元ですね、自分が今見ているこの足元を車のハンドルに見立ててください。このハンドルをただ回すだけです。こっちに曲がりたいんだったら、左側を前に出して右側をちょっと引く、こうやって回すだけ。出すだけだとちょっとスキー離れていっちゃったりもしますし、バランスが崩れやすくなったりするんで、出すのと引くの両方一緒にやってみてください。車のハンドルです。はい、じゃあちょっと滑りながらやってみましょうね。はい、まずは両方の足にしっかり乗ってハの字の状態キープします。片方の足に乗らないで、体のポジションも傾けなくていいです。ここからじゃあ左に回っていくんで、スキーをハンドルに見立ててこっちに回していきましょう。そしたら回っていきます。スルスル、ここで体重をこう乗せたりしなくていいです。反対側に回します。ゆっくりまずは回してみましょう。で、回したハンドルですね、じゃあ足がハンドルのね、自分の手だとしたら、その手に自分の体をついていかせます。足だけこうやって回すんじゃなくて、足、回した足に自分の体も一緒に合わせながら向きを変えていく。これだけでターンになってしまいます。はい。いきなりちょっと連続ターンしてるんで、皆さんビビってるかもしれないですけど、スキーってね、結構簡単です。スルスルーと。まずはポジションをキープして、曲がることに必要な動きをちょっと手を加えてあげるだけで、スキーが回ってきます。はい。で、もう一個大事なのが、滑ってないと、移動しないとスキーっていうのは抵抗が生まれないので、曲がらないです。なので、例えば、このゆっくり滑ってる状態でいくら回そうとしても回らないですね。自転車と一緒です。進んでるから抵抗が生まれて、ゆっくり少しずつ進んだことによって方向が変わっていきます。車も一緒ですね。車もその場で回そうとしてもハンドル切っても回らないですよね。進むからそのハンドルが切った方向に回っていくので、その進み具合とか曲がり具合っていうのはスピードとか移動する距離によって変わってきます。なのである程度進みながらハンドルをゆっくりそのスピードに合わせて切っていくっていうのが大事です。もう一個だけ大事なこと言うと、体以上に、ごめんなさい、スキー以上に体をこうやって回してもあんまり意味がないので、大事なのは足です。足とスキーに合わせて体の向きを合わせていくっていうことが大事です。これがいわゆるスキーよりも体を回した状態というのはローテーションって言って、バランスが崩れちゃってスキーが行く方向、体が行く方向がずれちゃってバランス崩して転んじゃいます。なのでスキーと体の向きっていうのを合わせてハンドルを一緒にスーッと方向を変えていく。はい、こういう感じで滑ってみてください。ちょっと結構僕くる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 回ってますけど、あんまりここまでね、最初のうちは回らなくても全然いいです。でも多分ね、曲がっちゃうと思います。結構簡単なんで。はいはい、ということで曲がる方法を解説してきましたが、本当にね、簡単です実は。でもそのさっき言ったように指導法がね、結構古かったりすると、どうしても体重を乗せてとか傾けてとかいう方もいたりします。それは場合によっては合うこともあるんですけど、結構やっぱり指導法としては古いんですね。なのでうまく今のその
皆さんが使ってるスキーに合う形、スキーっていうのはやっぱりね、なるべく力を使わないで、外力、用具の力とか、あとは滑ったことによって生まれる抵抗とか、そういったものを感じながら、それを使って滑った方が楽に長い距離も滑れますし、たくさん滑ったり急なところを滑るっていうことも楽になってきます。急なところを滑るっていうのは抵抗がたくさん生まれる条件ですよね。っていうことは、なんて言うんでしょう、自分の力を使いすぎちゃうと喧嘩しちゃうんですよ。せっかく抵抗が生まれるところなんで、それを利用すれば楽に滑れるはずなのに、そこで自分のポジションを崩したり、力をグーって使うから疲れたり難しくなったりします。なんでそこの、言ってることは分かるんだけどって思う方いるかもしれないですけど、本当にそうです。ある程度滑れるようになるとね。なのでまずはポジションと、あとは必要な動作だけをまずやってみるっていう形にしてみてください。はい、ということでこの動画参考になったなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではぜひ試してみてください。バイバーイ。なくていいです。ここからじゃあ左に回っていくんで、スキーをハンドルに見立ててこっちに回していきましょう。そしたら回っていきます。くるくる、ここで体重をこう乗せたりしなくていいです。反対側に回します。ゆっくりまずは回してみましょう。